今昭和が好きというお話が出ましたが、はい、もうすぐ平成終わりますが、平らしいですね。はい、俺テレビないんで全く分かんないですよ。そうなんですよ、平成って僕もテレビないっす。俺らしいっすね。なんで終わるんですか。いや、天皇陛下が変わるからじゃないですか。ああ、はいはい。まあそれはそれとして、その平成が終わるんですけど、はい、平成はどんな時代でしたか。平成あっという間でしたね。どんな時代だったんですかね。でも俺も昭和のケツに生まれてるんで、まあ、平成の人間だと思うんですけど、こうなんかいろんなやつらがこう入り混じってる世代じゃないですか、まあ、デジタルをうまく使ってる世代もやつもいれば、アナログ的に自分の足を動かして稼いでるやつもいれば、だからいい時代だと思うんですよね。デジタルにもまあ結構特化できるし、でもアナログ的な要素も知ってるんで、そこは結構付き合い方っていうか大事かなっていう。